こんにちは。神奈川県にあるソーシャルフットボールのチーム FC ポルトでプレーしています村松英二です。ご存知の通り、今新型コロナウイルスが世界中で、私たちの生活や生命に多大な影響を及ぼしています。私はそんな状況の中で私たちの生活や生命を守るために戦ってくださっている全ての方々を心からリスペクトします。医療従事者の方々や行政の方々、物流を担う方々や、生活必需品をご提供くださる方々など、非常にたくさんの方々がそれぞれの立場で、戦ってくださっています。私たちソーシャルフットボールの選手は、日頃から非常にたくさんの方々にご支援やご協力をいただいて活動しています。ですので、相手をリスペクトするという気持ちは常に忘れずに活動していますが、今回私たちはこのコロナウイルスと戦う方々へのリスペクトの気持ちを、自分自身ができることをしっかりと自覚して、そして実践していくということで表していきたいと思っています。非常に厳しい状況ではありますが、社会や地域、個人個人が支え合って、必ずこの戦いに勝利しましょう。改めて、コロナウイルスと戦うすべての方々へのリスペクトとエールの気持ちを込めて拍手を送らせていただきます。